日本千葉県千葉市三浜区、奈良市の市幕張新都心多国籍企業や外資系企業が並ぶオフィス街幕張メッセ、国際展示場ワールドビジネスガーデン。幕張新都心は、千葉県千葉市三浜区と、同県奈良市の市にまたがる、千葉港の第五区に面した、計画都市の名称。千葉県の都心機能が基とされた、中心業務地区として、1970年代。 後半に整備が開始され、就業、居住人口ともに、日本最大の、新都心となっている。日本都市計画学会賞、グッドデザイン賞受賞地区、メッセ大通り。沿線には、高層ホテルが立ち並ぶ。1967年の、海浜ニュータウン計画及び1975年、幕張新都心基本計画によって開発された、新都心である。 千葉市三浜区三浜、若葉、宇多瀬、日比谷、中瀬、豊かさ浜田二丁目の一部とならしの市柴園一丁目からなる。海浜幕張もしくは単に幕張とも呼称される。主要駅は JR 東日本海浜幕張駅。国家戦略特区、グローバルマイス都市、都市再生特別地区に指定されている千葉市の中でも、 アジア地域有数の国際見本市会場である幕張メッセをはじめ日本を代表する多国籍企業や外資系企業、宿泊施設及び大規模商業施設が数多く進出しており国際機関及び国家機関の研究、研修機関を中心とした教育、研究施設や幕張ベータウン、幕張ベイパークでの住宅整備の推進などにより食、住学、 U の複合機能の集積が進む。また、東京都心及び、東京国際空港と成田国際空港のほぼ、中間地に位置するため、そのアクセスの良さから年間、約2700万人が訪れる日本屈指の、国際業務都市となる。プロ野球チーム、千葉ロッテマリーンズの本拠地である、千葉マリンスタジアムを有し、ホンダ・ケスケ自社グラウンドやサッカー日本、 代表出場選手の新拠点、国際市場駅伝、レッドブルエアレースワールドシリーズ日本会場、2020年、東京オリンピック2020年、東京パラリンピック競技会場など、一大スポーツ拠点ともなっている。千葉市都市計画マスタープランによる、集約型都市構造の中で、県とおよび、東京大都市圏の中核としての3都心、 重要地域拠点形成の一つとして、市の中心市街地と、港湾都市及び館長街、千葉都心、市の企業城下町及びハーバーシティ、蘇我福都心、そして、先端技術産業の集積地及び世界に開かれた、国際都市としての役割を、幕張新都心として位置づけられており、機能的には、千葉都心と、同じく、都心としている。業務研究。 教育文化、商業、住宅などの諸機能が計画的に配され、各施設を結ぶ歩行者デッキ、都市計画道路、首都高速道路、東関東自動車道、ライフラインの共同校を重装、複合的に計画し、環境デザインの描き出す街並みは、これまでの日本にない新しい都市と未来への発展にふさわしい都市を作り、 マリンリゾート施設など、ウォーターフロントとしての機能も加わることによって、さらに多様な人々の集積を目的としている。タウンセンター地区 JR 東日本、海浜幕張駅を中心とした、タウンセンター地区。地区内には、QVC ジャパンテレビスタジオをはじめ、多数の商業施設、アウトレットモール、映画館などが集積している。 宿泊施設として多くの高層ホテルが開業しており遠方からの来訪者及びディズニーリゾートや成田国際空港への利用者の滞在場所としても利用されている。なお、バス停留所は海浜幕張駅とタウンセンターで別個に存在する。業務研究地区1989年に日本。 コンベンションセンターが開業したのを皮切りに、日本を代表する多国籍企業や外資系企業が数多く立地するオフィスビル街となっている。約450社の企業が活動し、ワールドビジネスガーデンやマクハリテクノガーデン、流通大手のイオングループ本社ビルのイオンタワー及び、イオンタワーアネックス、聖光院スツル本社ビル、住友ケミカルエンジニアリングセンタービル、シャープ、 幕張ビル、キャノン MJ 幕張ビル、東京ガス幕張ビル、千葉銀幕張ビル、M、米ポイント幕張ビルなどが立地しており、業務機能や研究開発機能が集積している。文京地区幕張新都心の中で最も早くから整備が進められた地区であり、大学、中学校、高等学校、幼稚園、小学校が立地しており、その他に、 研究施設、公共職業能力開発施設、研修施設がある。幕張インターナショナルスクールを中心に国際競争力を持った高度教育地域を目指して整備が進められている。住宅地区1995年より幕張ベータウンとして官民共同で整備が着手され約2万3000人が住む町となっている。町並みは中高層のマンションが その1階にはおしゃれな店舗が立ち並び、1999年には街としては初めてグッドデザイン賞を受賞しており、ヨーロッパスタイルの洗練された街並みが広がる。地区内に小学校が3校、中学校が1校配置されているなど、ファミリー層の受け入れ体制も整っている。近年では幕張ベイパークの整備が進む。この地区はもともと文京地区に含まれていたが、 2008年に住宅用地へ用途変更した地区である。A 外区、B-1 外区、B-2 外区、B-3 外区、B-4 外区、B-5 外区、B-6 外区、B-7 外区の8区画で構成されている。2015年3月に開発事業者を三井不動産レジデンシャル、野村不動産、 三菱自所レジデンスなどから構成される幕張新都心若葉住宅地区町づくり検討グループに決定し同年7月に千葉県企業庁との土地上と契約を締結した超高層マンションや商業施設、医療モール、小学校、公園などが開発、整備される見通しである既存の文教機能の集積に加えて地域特性を生かしたコミュニティ形成 ミクストユース設計による都市価値の醸成、ドローン宅配便などの先端技術を活用した次世代の生活インフラ構築推進を特徴とし、計画個数約4000個、計画人口約1万人の居住機能を導入する。ジマー・ガンサル・フラスカパートナーシップが参画し、アーバンデザインの監修などを行っている。区には、イオンスタイル、マクハリベーパーク、 B-1 外区にはスポーツを通し、地域コミュニケーションの場として、プロサッカー選手である、本田圭佑の自社グラウンド、B-7 外区には、地域コミュニティの拠点施設が整備されている。公園緑地地区東京湾岸や、海浜幕張駅東部に、県立幕張海浜公園や住宅地区に、多数の緑地、公園が整備されている。人口海浜、 幕張の浜が立地し、平日の昼食時には、ビジネスマン、サラリーマン、オフィスレディーの憩いの場として、休日は、家族や、カップルなどで賑わいを見せる。また、世界との交流を目指して整備された、地線会有識の日本庭園、三浜園があり、庭園内には、本格的なスケヤ作りの茶室、将来庭も完備されている。幕張海浜公園内には、プロ野球、 千葉ロッテマリーンズの本拠地である千葉マリンスタジアムが立地している。また、レッドブルエアレースワールドシリーズの開催地ともなっている。近年では千葉マリンスタジアムの隣に日本サッカー協会が整備するサッカー日本代表出場選手の練習拠点、高窓宮記念 JFA 夢フィールドを竣工しており、他の競技と連携した一大スポーツ拠点として、 発展している。拡大地区千葉市川の豊かさ地区と奈良市の市川の芝園地区からなる。1989年に編入されて、以来整備が進められており、2010年、豊かさ地区の未利用地発区各約18.3ヘクタールを早期に活用するため土地利用を見直し、オフィス用途から企業ニーズに合う商業用途に変更した。 同年9月から一括開発をしてくれる事業者を条件に工房再開し、12月にイオンを進出事業者に決定。2013年12月には、イオンモールの期間店となるイオンモール幕張新都心が開業した。延べ床面積は大型ショッピングセンターの中でも日本最大級の規模である。その他、医療機関や運動施設、アミューズメント施設、 大型商業施設が立地している。拡大地区においては、京王線の新奈良市の駅海浜幕張駅間に、幕張豊祭駅を設置する予定であり、幕張新都心拡大地区新駅設置協議会と、JR 東日本千葉支社が2018年4月20日、駅舎建設費の負担割合などに合意し、基本協定を結んだ。当初2024年度に開業予定だったが、 1> 約1年前倒しされ2023年春の開業予定である。当地区では重要な歩行者ネットワークや魅力ある大通りとして散策、休憩のできるオープンスペース、自然環境を考慮したメインストリート及びプロムナードの整備を行っている。メインストリートとしては主にセンターストリート、国際大通り、ハイテク通り、メッセ大通り、ビジネス通りが整備され、 プロムナードとしては、メッセモール、砂浜プロムナード、三浜プロムナードなどがある。フラワープロムナード主な動線整備としては、各主要施設やオフィスビルを結ぶ歩行者デッキが網目状に整備されている。特に、千葉市三都心では、自治会や企業の協力による花のあふれる街づくりを実施しており、その一環として、フラワープロムナードの整備が、 メインストリートの随所に施されている。2020年東京オリンピックパラリンピックの開催に際し、千葉市では独自で JR 海浜幕張駅から競技会場となる幕張メッセイの道路などのさらなるバリアフリー化を進めており、整備対象は周辺のホテルへのルートも含む計 3.6km で駅に近いところを優先的に工事を進めている。 緑と水と彫刻のプロムナード、幕張メッセから、業務研究地区の中心部にかけての動線。公園緑地地区に属しており、緑と水と彫刻のプロムナード、メッセモール、市の道路愛称名として、パークモールという愛称もある。ゆとりをもって、散策、休憩のできる、オープンスペースとして作られた南北に細長い公園。南モールと北モールの地下は、 公営の地下駐車場となっており、収容台数は、南モール280台、北モール459台で、合計739台を収容。稲毛の浜、ケミ川の浜、幕張の浜の3つの人工海浜をつなぐ、散策用プロムナード。アクアリンク千葉から、稲毛海浜公園を通り、千葉マリンスタジアムまで続き、総延長は約6キロメートルある。 同地区では、幕張の浜を有しており、幕張海浜公園の海側部分に位置し、浜辺を散策することができる。千葉マリンスタジアムで、イベントがある時は賑やかになり、三浜大橋とともに、富士山をはじめ東京スカイツリーや東京湾、アクアラインを見渡せる、支店場となっている。三浜プロムナード、三浜プロムナード、幕張ベータ運内を方角設計に配置されている。 道線の中でも中心部に位置し、幕張海浜公園のマリンレッキから花見川、交通公園までの東西にかけての道線。同じく中心部を南北にかけての道線は、バレンタイン通りと名付けられている。三浜プロムナードのほとんどの区間が、石畳張りとなっており、幕張ベイタウンのメインストリートとして、商店街機能を果たしている。バレンタイン通り、 マクハリベータウンの中心部を南北にかけての動線。千葉マリンスタジアムに近い場所柄、千葉ロッテマリーンズのボビー・バレンタイン監督や外国人選手らがベータウンに住んでいたこともあり、この地区の住民と千葉ロッテとの結びつきは強く、バレンタイン監督が子供たちに優勝したら、この街で優勝パレードをしましょうと約束し、それを実現する形で2010年11月、 ロッテ優勝パレードが実施された。パレードが行われた通りは、富士見通りからバレンタイン通りへと名称が変わり、三浜プロムナードの一角をなす。蒸気以外の幕張ベータウンの道路、愛称一覧幕張新都心の円形幕張海岸、日本の政治、経済、文化などの中心としてふさわしい首都圏の建設と、 その秩序ある発展を図ることを目的として1956年に首都圏整備法を制定され、千葉市が近郊整備地帯に指定された。東京大学名誉教授の井上隆の研究室が基本構想を作り、1967年海浜ニュータウン計画を発表、稲毛、ケミ川、幕張に計画人口24万人の海浜ニュータウン建設が計画された。 都心への通勤住宅市街地にとどまらず、広域な自立都市の形成及び、独立都市への展開も視野に入れており、経済発展と急速な首都近郊のスプロール化に対して、都市を計画的に誘導し、良好な住宅地として整備することを目指した。その後、独立都市の計画として、幕張新都心基本計画を発表し、 業務中枢機能の東京一極集中に歯止めをかけることを目的に、住宅中心の土地利用計画を大幅に見直し、業務機能を持つ新都心を建設することを決定。現在の幕張新都心を構成する、業務研究、タウンセンター、住宅、海浜公園などの計画要素もこの頃で揃う。千葉県新総合5可燃計画では、千葉県内における、 進学率の上昇、学生数の増加に対応して、幕張新都心に教育文化機能を充実させる、学園の町構想を示した。1981年より順次、大学、高校などの文化、教育施設が立地し、文教地区を形成した。また、首都高速湾岸線や、東関東自動車道、JR 京王線などのインフラ整備が急ピッチで、進む。 日本 IBM 幕張テクニカルセンター1983年、千葉新産業三角構想策定及び、幕張新都心事業化計画策定し、幕張新都心構想、カズサアカデミアパーク構想、成田国際空港都市構想の3つを基幹プロジェクトとした千葉新産業三角構想が決定。東京と成田の中間に位置する幕張は、 業務機能の集積を核とした新都心として構想されるようになり、その開発誘導施設として幕張メッセを位置づける幕張新都心事業化計画も同年発表される。1985年幕張メッセ施設基本計画策定、幕張新都心都市施設基本計画策定し、幕張新都心の骨格が決まる。 幕張新都心都市施設基本計画は幕張新都心を21世紀にふさわしい都市として整備していくために特に都市施設に着目。交通輸送計画、環境整備計画、都市整備計画について具体案を作成。現在の土地利用の骨格が完成する。1986年には JR 東日本海浜幕張駅開設。 1987年新都心のオアシス幕張海浜公園の一部がオープンした。海浜公園は総面積72ヘクタール、日比谷公園の約4倍に相当し、7つのブロックに分かれ、海、緑、スポーツ、国際交流などのテーマごとに整備され、民間活力を利用した海のシルクロードファンクルズガーデンの導入が決定している。他に、 日本庭園、三浜園も公園内に完成。1988年、幕張新都心環境デザインマニュアルを策定し、業務地区の分譲を開始。日本 IBM、成功電子工業など業務地区の立地企業選定と、分譲が始まる。同時に、新出企業を中心に、幕張新都心町づくり協議会が発足。幕張ベータウン、左下は、 幕張海浜公園幕張メッセ国際展示場1989年10月国際見本市として幕張メッセが完成同月第28回東京モーターショーがメッセで開催され史上最高の15カ国が参加192万人が訪れた幕張新都心は名実ともに国際コンベンション都市として誕生した1990年 JR 京王線全線開業し、さらに同年3月、幕張メッセの海側に総面積44,782平方メートル、3万人収容という国際級規模の千葉マリンスタジアムがオープンした。1992年からは千葉ロッテマリーンズのホームグラウンドとして、プロ野球のほかアメリカンフットボール、コンサート、 市民祭など幕張会品公園集客の原動力となっている。その後、日本初の沿道型住宅計画として幕張新都心住宅事業計画が決まる。国際業務都市にふさわしい都市型住宅の建設を目指し住宅事業者8グループを選定する。1992年には 幕張テクノガーデンのオープンを皮切りに、業務地域の建設が順調に進んだ。一般開放施設も次々にオープン。幕張新都心の総合的な街づくりに対して、日本都市計画学会賞、石川賞が千葉県に送られた。道路、公園緑地、地域冷暖房など、質の高いインフラ整備と優れたデザインによって、事業者を誘導するなど、 先進的で官民一体となった業績が評価され、自治体では初の受賞となった。1994年、幕張ベータウンの分譲開始したが、バブル崩壊により、住宅地区は計画より1年遅れ、M2 外区の一家分譲を開始。幕張方式と言われる。 土地店貸借券付分譲住宅方式が注目を集め、最高367倍の応募倍率となる。アジア経済研究所、世界の人、物、情報が行き交う、国際交流都市、未来型産業を育成する、先導的な産業創出都市、多くの人が寄り集う新しい文化創造都市の3つの都市像の形成を目指した、幕張新都市員。 第2ステージ推進方針を策定。さらに、拡大地区について、幕張新都心拡大地区将来ビジョン、検討委員会が設置された。1999年、幕張新都心が10周年を迎える。国際機関である、アジア経済研究所、日本貿易振興機構千葉貿易情報センターを誘致。2000年、タウンセンター地区、拡大地区に、 土地貸付事業制度を活用し、大型商業施設の誘致を行う。2002年、千葉港港湾計画に旅客船不当の一部。2006年、幕張ベータウンの人口が2万人を超え、幕張メッセの来訪者が1億人を突破し、2009年には幕張新都心20周年を迎える。2012年、シーサイドデッキが完成し、 千葉市民花火大会の会場が千葉港から幕張新都心に変更となり幕張ビーチ花火フェスタとして開催される国際を通り2013年幕張新都心中心地区景観デザイン基準運用開始2015年幕張海浜公園にてレッドブルエアレース千葉2015が日本初開催されるさらに幕張海浜公園 D ブロックが JFA ナショナルフットボールセンターの建設候補地となる。また、幕張新都心の新駅設置可能性を調査、検討する幕張新都心拡大地区新駅設置調査会を設置。2015年6月には千葉市がグローバルマイスト市の指定を受け、さらに翌年の2016年には東京圏国家戦略特別区域に指定される。 千葉市総合政策局総合政策部政策企画課幕張新都進出が幕張新都進課へ改祖。千葉県企業庁が千葉県企業土地管理局へ改祖。2020年には幕張メッセにおいて2020年東京オリンピック競技大会の3競技、2020年東京パラリンピック競技大会の4競技の会場となることが決定。また、 国家戦略特別区を活用し、ドローン宅配便、オートパイロットモビリティマネジメントの導入などの取り組みを行っている。なお、2018年10月15日、重点戦略後の都市資源を活用し、統合型リゾート導入可能性の検討を行っていた。幕張新都心におけるマイス強化の選択肢の一つとして、統合型リゾート導入の可能性に、 国の動向を注視しながら検討を進めていたが申請期間が短く台風などによる影響で十分な時間が取れないと判断したとして2020年1月7日に国への申請は一旦見送ると表明した幕張新都心エリアに新駅の開業を予定している新駅の予定地は三浜区浜田2丁目で 新奈良市の駅から海浜幕張駅間のほぼ中間、2013年に開業した大型商業施設、イオンモール幕張新都心に隣接する。若葉住宅地区の第一期販売開始し、若葉住宅地の地域コミュニティ施設として、幕張ネイバーフッドポッドオープン。さらに今後、若葉住宅地では、高層マンション開発が続く。幕張新都心エリアに、 計画や構想が予定されている、代表的な項目一覧。幕張メッセ国際展示場千葉、マリンスタジアムホテルフランクスアウネ幕張三井、アウトレットパーク幕張シネプレックス、幕張アジア経済研究所ビル高度職業能力、開発促進センターオフィスビルエムベーポイント、幕張ビル成功インスツル本社ビル主要、企業キッズ本社ビル QVC ジャパン本社、 ワールドビジネスガーデン内、ワールドビジネスガーデン。幕張テクノガーデン内、幕張テクノガーデン住宅左が、セントラルパークイースト、幕張パークタワー、右が、セントラルパークウエストシータワー、幕張ベータウンの、軽観光共施設児童福祉施設医療機関、神田外語大学千葉県立幕張総合高等、学校幕張インターナショナルスクール、幕張海浜公園。 花時計幕張海浜公園、水の広場都市公園広場、公園近隣公園緑地毎年あるいは数年おきに開催される主なイベントを以下に記す。数多くの映画、テレビドラマ、CM などのロケ地にもなっている。映画、テレビドラマ、漫画音楽海浜幕張駅、鉄道路線バス、京成バスの連接バス、シーガル幕張高速バスその他、幕張メッセ中央から、 祭事開催時に臨時高速バスもあり。夜行バス空港リムジンバス高速道路駐車場。ありがとうございます。